ビューグル。ビューグルは非常に単純な構造の金管楽器で小型でバルブを持たないナチュラルホルンの一種。ビューグルという語はラテン語のブキアラス、ボスオウシの指小型に由来し、中英語ではビューグルホーンと呼ばれていたことからもわかる通り、オウシの角で作った角笛がそのルーツである。フランスではクレイロン、日本語では英語のから。 クラリオンとも表記が投稿で衝突するビューグルに相当し、一方、ビューグルと呼ばれる楽器は、フリューゲルホルンに相当する。軍隊で用いられるビューグル、軍隊ラッパは、信号ラッパ、信号ラッパや、合音ラッパ、合音ラッパ、単にラッパ、ラッパとも呼称された。ラッパの音は寒高く、遠方まで響き、騒音の中でも聞き取ることができる。この特性により、 ラッパは古来から太鼓と並び軍事的な連絡手段として使用され、戦場に参加した兵士に指揮官の号令を伝えるのに使われた。おおむね20世紀初頭あたりまでは、世界の軍隊で突撃、進め、止まれ、撃ち方始め、撃ち方止めといった戦闘式の号音号令もビューグルによって行われていたが、これによって退治する敵軍に、 自軍の動きや戦術を見破られてしまい、またラッパ種の付近にいる指揮官の位置も露呈してしまうなどの問題から、戦闘競技の進化や無線通信の発展も相まり戦場での使用は廃れていった。しかしながら、気象、国旗形容、朝礼、食事、国旗効能、消灯といった日常生活、日課合音や栄誉礼、パレード、関越式、越平式といった、 式典行事などでは現代、日本においては自衛隊や消防に至るまで引き続き、用いられている。構造としては真鍮など金属でできた単純な管に、すぎない。管に息を吹き込み、管内の空気柱の振動により音を発生させる。管の端にあるマウスピースというリング状の部品に、唇をつけて、息を吹き込みと、唇の肉が震えてブーブーと音が鳴る。 この振動音が楽器内で増幅され、管の先から出て、ラッパの音色になる。管の反対側は、朝顔、朝顔、A、ベルと呼ばれる円錐型に広がる形状になっている。バルブやピストン、スライドなど、音程を調節する特別の装置がついていないため、出せる音は、自然バイオンに限られる。マウスピースに当てる、唇の形と息の圧力によって、音を吹き分けるが、 高音ほど強で息を吹き込む必要があり、通常使われる音階は、下から、ド・ソ・ド・ミ・ソ・シ・ドまでである。しかし、肺が強く力量のある奏者は、さらに高音を出すことができる。トランペットなどの他の金管楽器と同じく、管を巻いて作られてある。巻いてある回数により、3回間、3つ巻きと2回間、2つ。 薪の二種類のものに大きく分けられる管には紐、下げ尾が巻きてあり、携帯する際の釣り紐として使用され、また装飾的な意味合いもある。マウスピースの装着方法は、通常の金管楽器と違い、マウスピースのシャンク部分がネジになっており、楽器本体にねじ込むようになっている。使用現場、洗浄、火事場などでは、ずれてしまうと演奏不能になるため、それを防ぐためとされる。 また、吹き込み管は、外れるようになっており、そこのネジを緩めて、吹き込み管を出し入れチューニングを行うフリューゲルホルに似た構造である。コルネットが、バルブ付けビューグルとして紹介されることがあるがこれは、誤りである。コルネットは、フランスの郵便ラッパコルネット・デ・ポスト、コルネ・ド・ポストに由来し、さらに現在のコルネットは19世紀に、 サックスによりサクソルン族の高音担当として最低にされた楽器である。19世紀にあったビューグルの編集としては、キーツけビューグルやバルブツけビューグルがある。キーツけビューグルは19世紀初期に英国のジョゼフ・ホーリデーが1811年に特許を取得した特定の設計オス、発明品、ロイヤル・ケント・ビューグルを指す。 これは大変普及し1850年代まで非常に広く使われていた。後、アメリカ陸軍士官学校の楽団のバンドマスターに就任することになるリチャー、ウィリス、リチャード・ウィリスの作品は、キーツケ・ビューグルを用いた作品の代表例である。バルブ付きコルネットの発明によりキーツケ・ビューグルは衰退した。アメリカでのドラムビューグルコーでは、ビューグルは G キーを 基本のキー、超とした管、G 管を使用することが一般的である。1900年代初頭に軍隊が楽器を売却したことで市民によるドラム工学団が設立され始めた。軍隊においては G キーが基本キーとして用いられていたことから現在でもアメリカでのビューグルが G キーであることにつながっている。アメリカ以外でのビューグルは B または E が基本キー。 であるるこれを通常 b e と表現する日本の消防団などにおいては A、A 館、あず館が一般的であるが、地域によって A 館と G 館に分かれているところもある。使用できる音が自然培養に限定されているため、作曲にあたってはそれを理解していなければならない。寄附は、尊記号で最低音が欠かせん一本の度、以後上がっていき、 最高音は浄化線2本のド。奏者の力量によっては、さらに高い音を出すこともできるが、作曲の際には用いられることは、ほとんどない。なお、倍音の関係で、最高音、ドの下の詞も出すことはできるが、外しやすいので通常は用いられない。本来の役目である、信号ラッパとして、数を音で知らせる、モールス信号のようなものから、日課合音。 あるいは数々の更新曲など様々な楽曲がある。昭恒ラッパは海外の要人の死後の墓前記念式、軍隊映画や青少年キャンプの就寝直前のシーンなどでよく見聞きする。日本にビューグル、ラッパ、ラッパが紹介され、持ち込まれたのは幕末で慶応元年にイギリスの不評争点、英国不評連邦が翻訳された際に信号ラッパプ、 ラッパフ、ラッパフが紹介された。明治に入り近代軍隊設立のため、フランス軍に反を取った陸軍が招兵した軍事顧問団によって、フランス式のラッパフ及び、フランス式、ビューグル、クラリオンがもたらさた。現在、ビューグルに取り付けてある、下げをアシンクもしくはヒーロ、朱色が一般的だが、この色は、軍事顧問団が日本人収集制に教授した初期の段階で、 修熟の度合いが著しいものが少なからずおり、他の修習生への手本としての意味合いから授けられた、いわゆる、ステータスシンボルを表す特別な色であった。1885年、明治18年に、フランス式をベースとした、陸海軍ラッパフ及びラッパが制定された。1909年、明治42年に、帝国陸軍は独自のラッパフを制定し、 以降1945年、昭和20年の終戦まで使用され、当時の日本人には西洋の音階が馴染みがなかったので、立ち捨て等を使って音を出しやすいタンニングを示し、土とて地と吹き方を説明した。同時に当時の音名でもあった。1890年、明治23年11月1日制定、陸軍帝院令。 明治23年11月1日直令、第267号によると、不評連隊の中隊兵士定員136名、中兵卒4名がラッパ種、ラッパ卒に充てられていた。中隊の新兵から候補者を選抜教育し、晴れてラッパ種となった者はラッパを衣装とする、ラシャチの肘章を袖に汎用した。さらに、陸軍軍学隊の総本山である陸軍。 富山学校では、ラッパ長を教育していた。海軍では公海科の水兵がラッパ種となる。日本海海戦で敵艦との距離をラッパによる、数字不調で伝達し、効率的な指揮を行ったことが知られる。日本軍のみならず、古今東西の軍隊において、ラッパ種は一種の花形であり、ラッパ種は常日頃より、自身のラッパの手入れに余念がなかった。日清戦争では、不評。 第21連隊のラッパ主、木口翔平二等卒が、死んでも、ラッパを口から離さなかったことが美談となり、1937年、昭和12年の軍歌、戦時歌謡、軍国歌謡、露英の歌では、新軍パー聞くたびにまぶたに浮かぶ旗の波と歌われた。1930年、昭和5年、後期2590年、帝国陸軍は新ラッパである九十式ラッパ。 9丸式ラッパを制定し、これは、軍隊ラッパの代名詞的存在として、第二次世界大戦終戦まで、広く用いられることとる。旧正式との変更点は2カンマ巻で大型であった。旧正式ラッパを3カンマ巻かつ小型に、朝顔部分などを補強。万国国際標音の新音調を採用のために、音調を半音低くし、水槽を容易にしたことであった。なお90式ラッパは、 海軍でも使用されており、銃掛けを除き数少ない陸海軍の共通装備であった陸軍と異なりウール製の布である悪魔きは巻かない。起きるも寝るも皆ラッパと言われたように、陸海軍ともに軍隊生活は気象から消灯までラッパの音と共にあり、ラッパー風に歌詞をつけて口ずさまれるほどに親しまれ、元将兵の多くはラッパの音にある、 主の教習のようなものを抱いている。なお、旧陸軍では楽な任務として、1に幼稚、2にラッパと言われていた。帝国陸軍におけるその一般的な歌詞は次の通りである。なお舞台や時期ごとに無数のバリエーションがあるため、これはあくまでも一例である。なお、ラッパと食事は帝国陸軍のラッパを車掌、ラッパのマークとする。 広ゆき薬品のセイロガンの CM で使用され、ラッパプ、突撃は、通称、突撃ラッパとして、共に広く知られている。現在の陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊においても、ラッパ、ビューグルは、ラッパとして、採用、使用されているが、海上自衛隊のラッパフが、帝国海軍のものをかなり継承しているのに対て、陸上自衛隊には、 帝国陸軍で使用されていたラッパフはほとんどない。これは1950年昭和25年8月10日陸上自衛隊の前身たる警察予備隊が創設された際 GHQ から旧軍のラッパフの使用を禁止されたためであり警視庁音楽隊によりすべて新たに作曲された。現在の陸自の海底ラッパフの大半はスマヨを追元陸軍軍楽隊員。 陸上自衛隊中央音楽隊初代隊長、信号ラッパフの君がよも山口上皇、元陸軍軍学調査といった、旧陸軍の軍学隊員によって作曲されたもので、ある。しかしながら、殉職者に対して推奏するラッパフである、追悼の布告の沈めは、旧陸軍の同様の意味のラッパフである、国の沈め、国の沈めを受け継いでおり、 陸時の関越式関越更新において、陸軍分裂更新曲、主に徒歩部対応と共に演奏される、祝典ギャロップ、主に車両部対応は、間奏において、旧陸軍のラッパプ、君が用をアレンジした曲を用している。祝典ギャロップ及び、栄誉レージに、音楽隊また、ラッパ隊によって奏楽される、純越の符は、スマヨーをついた地作曲、海上自衛隊の前身である。 警備隊では、警備隊機形容及び効果というラッパフが作られたが、1954年、昭和29年7月1日、海上自衛隊の発足とともに、軍艦機が自衛艦機として復活したことから機の信号ラッパフ、君がよが水槽されることとなり、現在に至っている。また、陸自、空自は、旧陸軍の小型、三艦巻きの九十式ラッパの同等品、 戦後生産品を受け継いでいるのに対して、海寺は、旧海軍が使用していた九十式ラッパを継承せず、大股、二巻きのラッパに変え、また区間をラッパに巻くといった逆転も存在している。これは、警備隊がラッパの採用に際し、工場を訪れた。工場側は九十式を示したが、警備隊の担当者が、 保安隊が使用していることに気に入らず別の形のものがないか尋ねた。そこでアメリカのボーイスカート用に大量生産したベーシンと呼ばれたスマートなラッパを見せたところ即座に採用が決まったという。これが現在の海上自衛隊のラッパである。旧陸軍、陸時、空時はビューグルを横に寝かせた形、横持ちであるのに対し、旧海軍、海時では 狭い管内での使用を考慮して、縦に起こした形、縦持ちで水槽する。本来、信号伝達の手段として使用される、信号ラッパも、通信技術が発達した現代では、もっぱら監修的あるいは儀礼的な使用が主である。一方で、現代の日本において、信号ラッパは、採点にて楽器として使用される例がいくつか、認められる。 中でも注目すべき代表的な例として、浜松市にて行われる、浜松祭りが挙げられる。詳細は浜松祭りラッパを参照されたいが、浜松祭りでは、全参加庁において、主に幼稚園児や、小学生を中心とした子供から、大人までからなるラッパ隊が結成されており、祭りの主軸であるタコ合戦を鼓舞したり練りと呼ばれる、祝い事を指揮したりする。 ラッパ隊の構成は未就学児から小中学生らによる子供ラッパ隊であることが多く各町とも子供会が中心となって指導に当たっている一般に水槽が困難と言われる信号ラッパも幼少期から訓練することで金管楽器の基礎的な水槽技術を身につけられるまた同市内のあらゆる楽器店では国内産の高価なものから台湾製など 比較的廉価なものまで多数取り揃えており、一部ではオリジナルの信号ラッパを製造、販売しているところもある。なお、ラッパ体には必ず携帯型の平太鼓を叩く、のがつき、リズムを取るために、強強弱弱4拍子の単調なビートをひたすら繰り返す。一般に、日本では日常生活、とりわけ平和な祭典において、 近代的軍隊の習慣や文化に直に触れることは滅多にない。ところが、浜松市民にとっては、お祭りのラッパとして、信号ラッパは、日常的親しみのある楽器となっている。そのため、浜松祭りで最も多く演奏される、大日本帝国陸軍のラッパー駆け足行進や、早足行進は、同市民には、非常に馴染み深い曲となっており、郷土民謡や公共曲、 ダンスミュージック、よさこい踊りなどにも取り入れられている。また、海軍や自衛隊、消防団の行進曲も耳にするほか、万歳三章や334拍子に合わせて、生やしたり、独自に作曲したファンファーレを演奏したりすることもある。近年では、浜松市内外問わず、演習地域各地においては、浜松祭りと無関係である、五国宝城を祈願する。 神社祭礼や市民フェスティバルと様々な祭典でもラッパを目にするようになり、一祭典文化として確立を見せ始めている。この他にも以下の祭典などでも信号ラッパは楽器として使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。